お世話になっております、マサルです。今回は VPN の基本について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずは VPN の概要を勉強します。その後 VPN の種類としてインターネット VPN と IPVPN の違い、その後さらに VPN のモードについてトランスポートモードとトンネルモードを勉強しましょう。それでは始めていきます。VPN とはバーチャルプライベートネットワークの略で、インターネット上に仮想の専用線を作って特定の人のみが使用できる仕組みを提供します。 VPN を利用することで物理的に離れている拠点間のネットワークをあたかも自分の拠点の同一ネットワークのように通信することができます。普通にインターネットで通信できるのに、どうしてわざわざ VPN を使うのか疑問に思う方がいるかもしれません。 VPN を利用する理由は、認証、暗号化、改ざん検知によって安全な通信を実現するためです。認証機能では確実に通信相手が意図した通信相手であることを確認します。暗号化では送りたいデータを暗号化することで通信経路中の第三者からの盗聴を防ぐことができます。改ざん検知は送りたいデータが改ざんされて相手に届いてしまった場合、受信相手がデータが改ざんされたことに気がつける仕組みです。VPN は認証、暗号化、改ざん検知によって相手にデータを安全に、そして確実に届けることができる仕組みです。機密情報を含む通信は VPN を利用することで安全性を高めることができるので VPN が利用されています。次は VPN の種類についてです。VPN には大きく2つの種類があります。インターネット VPN と IPVPN です。インターネット VPN はインターネットを利用して VPN 接続を行います。インターネット VPN はインターネットに接続できる環境があれば利用することができるので、コストを抑えてどこでも利用することができます。一方 IPVPN は通信事業者が用意したネットワークを利用します。通信事業者のネットワークを利用するため契約が必要となり、コストは高くなります。しかし IPVPN は通信事業者が通信品質を保証してくれていたり、インターネットと違って管理されているネットワークなので、インターネット VPN に比べてよりセキュアで安定した通信が期待できます。インターネット VPN は主に IPSec という仕組みを使います。 IPSec については次回以降の動画で詳しくお話しします。ここでは IPSec を使った VPN の2つのモードについてお話しします。まずはトランスポートモードです。トランスポートモードはクライアントに VPN ソフトなどをインストールしてエンドエンドで暗号通信が行えるようになります。クライアントに VPN のソフトウェアをインストールして設定するだけで VPN の通信ができるので、とても利便性が高い VPN のモードです。主にモバイル端末の VPN 通信でトランスポートモードが利用されます。トランスポートモードではどの範囲が暗号化されているのか、ここに注目してください。送りたいデータは暗号化されていますが、宛先情報が載っているIP ヘッダの情報は暗号化されていません。 IP ヘッダが暗号化されていないので、宛先 IP アドレスなどの情報は第三者に知られてしまう可能性があります。次はトンネルモードを見てみましょう。トンネルモードは VPN 機器を利用して暗号化を行います。 VPN 機器ではクライアントからのデータを IP ヘッダを含めて暗号化を行い、新しい IP ヘッダをつけて暗号通信を行います。VPN 機器で IP ヘッダを含めて暗号化を行っているので、通信経路中では本来送りたい相手の IP アドレスの情報まで隠すことができます。IP ヘッダの情報が見えてしまっていたトランスポートモードよりも、トンネルモードの方がよりセキュアな通信を実現することができています。そして VPN 機器では複数の通信を一括して VPN 通信をさせることができるので、拠点間で VPN 通信を利用するときにトンネルモードがよく利用されています。VPN 機器が利用できるような拠点であればトンネルモードを利用する。VPN 機器が利用できないようなモバイル端末の場合はトランスポートモードを利用します。それでは今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティはネットワークをメインに勉強していますが、ネットワークとセキュリティはとても近い分野でセキュリティを勉強する機会も少しあります。無料短縮期間もありますので、ぜひ遊びに来てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は VPN について勉強しました。
VPN はよく利用されるのでしっかり勉強する必要があります。しかし現在は脱 VPN という考え方が広がっていることも知っておくと良いかもしれません。 VPN はネットワークとネットワークを安全につなげる技術です。従来の考え方ではネットワーク単位で信頼できる信頼できないという判断をしていたので VPN でも良かったのですが、現在はネットワーク単位では信頼してはいけないというゼロトラストネットワークという考え方が広がっています。例えば自宅から会社に VPN 接続したときに、自宅のネットワーク内にウイルス感染端末があって会社のネットワークを攻撃してしまうなんてことがありえますからね。 VPN を勉強しつつ脱 VPN の考え方が広がっていることもしっかり押さえておきましょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。